筋トレです。はい、今月はですね、引き締め系エクササイズを教えていただいています。今日は二の腕です。ここです。はい、いやいやいや2017年美ボディに輝いた優子さん、お願いします。お願いします。はい、今回は腕周りがすっきりする美ボディタクトレをやっていきましょう。長崎市城山町にありますゆこさんのスタジオライフスタイルクラブからお届けします。ゆこさん、今月は上半身の美ボディということなんですけれども、はい、今日はどこをしていきますか？腕をしっかりとやっていきたいと思います。やっぱり肌見せでね、気になるところだと思います。腕なんですけれども、なんで太くなるか分かりますか？使わないから。そうなんです、そうなんです、使わないからなんですけど、やっぱ丸まっちゃうとどうしても胸が縮こまって、その代わりに腕がピーンって伸びてるんです。なので伸びた状態でいい姿勢にしようってしても、いつもの癖があるので、しっかりと伸ばしてから使うことが大事になります。今日はどんな動きですか？はい、腕のストレッチと腕のトレーニングをやっていきましょう。はい、まずは、はい、膝立ちで腕ストレッチです。とっても簡単です。膝立ちになって片手を上げます。はい、脇からしっかり上げましょう。はい、脇から上げたら肘を曲げます。肘を曲げる。はい、そして反対の手で肘を押します。あ、はい、気持ちよくね、引き寄せる感じですね。そうです、そうです。この三頭筋という部分が伸びてまいります。おー、気持ちいい。外側が伸びてますね。はい、なかなか伸ばさないところで、でこれ膝立ちをするからですね、変に反ったり丸まったりしなくて済むんですけ ど変にね、こう丸まると背中が伸びて腕は伸びないので、まっすぐお尻から頭までまっすぐの状態で下に押すだけっていうのがポイントになります。では今度はそこを使った腕トレーニングをやっていきます。はい、このまま膝立ちで両手を上げます。はい、肘を曲げます。曲げます。はい、で後ろで手を合わせます。合わせました。はい、この時に肘が大きく開かないように少しキュッと小さく、はい、閉じてください。この状態でこの肘の場所は動かさないように、はい、頭から手を出していきます。お、伸ばす。そうです。お、曲げて伸ばす。一気にきつくなりましたさっき伸ばしたところがしっかりと伸び縮みするので、三頭筋肉の振り袖の部分を鍛えることができます。これ何ですか？軽々やってるからゆこさんができるのかと思って。結構ね、簡単なように見えて肘の場所をね、動かさないようにすると効いてくるので、はい、1日10回から15回3セット程度していただければと思います。あのですね、もうすでに痛いんですけれどもこれが伸び縮みするだけなのにこんなにピキピキくるものですか？はい、そうなんです。普段ここって本当に使わないので、肘の1箇所止めるだけで、はい、しっかりと使えてきます。へー、またこう落ちにくい部分ですよね。そうなんです。もうこれをするだけでやっぱり胸が自然と立ってきます。そうするといい姿勢にもなれますし、普段から歩くだけでもこの三頭筋で使えるようになるので、美ボディになれるストレッチとタクトレということで、この2つはぜひやっていただければと思います。これをやったから OK じゃなくて、普段の姿勢に生かしていただければと。丸まってるとどんどんまた腕太くなる。そっかそっかそっか、はい、いい姿勢じゃないってことは美ボディになれないので、はい、できれば小指をお買い物の時に内側、はい、小指を外にしてバッグを持つとか、ゴミを捨てるとか。なるほど、はい、少し小指を前にした状態で、そこから肘を前にしてパソコンを打つとか。おー、なる、こうしてこれだけでも三頭筋使えてくるので、ぜひやってみてください。小指前です覚えていてください。覚えていてください。ゆこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、はい、小指前です。何ですそのこれ本編じゃなかった覚えておいてくださいね。はい、はい、ピントレでした。